スケープ洞窟の雫の音を聞いてリラックスしちゃいましょうお聞きの皆様、おはようございますベリアルです皆様は洞窟で雫が落ちる音を聞いたことがあるでしょうか私が山で暮らしていた時は雨風をしのぐために 洞窟は大変重宝しました静かで少し暗くって落ちつく中にピチョンと広がる雫の音はなんとも神秘的でつい聞ききいてしまうほどなのです皆様にもきっと気に入っていただける音色だと思います早速お聞きください いかかがでしたか聞いているだけでなんだか不思議と落ち着きませんか皆様に癒しを届けられたのなら幸いですそれではまた次の機会に。